いきなりとジョンです。今回はね、レジェンドリーグね、ライブで攻めていこうかなと思います。あとね、6回分残ってるんですよね。昨日ですね、昨日上げた動画の続きになってますね。昨日38点ゲットしましたよっていうところで、まあ、2つ防衛が続いてて、とりあえず2回だけ攻めときましたっていうところと、やばいですね。ブーストかけよう。行きましょう行きましょう。ということでね、まあ、アタックだけになると思うんですけど、ちょうど、この、訓練ポーションと同じだけの、あれになってますね。うん、久しぶりのレジェンドライブというところなんですけど、もうこういうのはもう何も考えずタンクイヒでいいです。もう他のことを一切考えなくていいと思ったんだけど、ちょっとイヒ強そうなところも他にもあったけど、いっか、いいんだよ、もう簡単だから。プランニングそうするとルーターも強そうなんだけど、東海弊社でいいです。もうあとは対策だけ考えればいいかな。うん、あるよね、知ってる。ちょっとこれだけ切っとこうかな。やや左気味に穴開けます。今、ボムタワーの右後ろにフォーミング出たでしょ。これ多分左回るよ。ちょっと穴削りしたいなぁ。2ゴブ。間に合わねえ、これ。職員の位置動いちゃったなぁ。激渋。トラップあったよかった。これはむしろゆっくり来てほしい。先に落としてくれることによって、リクスケとかでここでタウンポイズンをね、受ける時間を潰してくれると。左側切って、クローク打って、援軍置いて、強化兵舎をポンポンと置いてからルートライダー合流します。一応、クイヒのこともね、ここ目を切らないように見つつって感じですね。で、レイジ置いてあげて、ウォールブレーカー1層だけ入れてあげようか、ここ。で、ストライカーがイン3ヒーローって感じだね。ここフリーズかけつつ3ヒーロー時間差かけてトームを一気に打っていくと。クイーンがちょっとレイジ外れちゃってるのがあんま良くないね。クロークも打っ、ここはもう延命かけよう。教団大砲まで拾ってほしいというところで、インビジブルタワーがここは発動するところなんで、一旦ここはレイジとかも何もかけずに。うん。かけられちゃうところ。ウォールブレーカーかけようか、真ん中。キングがね、地味にそこにいるんだよね。合流してくれるっていうところも加味して、ウォールブレーカー開けて、こっからかけたら、ああ、そこつくんか。まあ、あとは数押しって感じかな。裏の方をクイーンでターゲット取れるタイミングあるので、クイーンの方にレイジ置いてから、あとは適当で OK ですね。まあ、バルーンからターゲット取って、大砲のタゲだけ拾ってあげると。そうすると、ホグライダーがここ下が生きるので、はい。で、残った能力適当にブンブンして終わりですね。危ねえ。まあ、こういうのは全部タンクヒでいいんですよ。まあ、なんとかね、これで3連全開で61点か。まあ、41発取っちゃえばあと21以上なんで、とりあえず全開1本欲しいっすねっていうところと、まあ、残り40秒ちょっと。こいつとのバトルも駆け引きもありますね。プラスで、あ、ウルトライダー編成って時間長いよね。兵器もできれば東海兵舎以外のものを使うと、ウッドランチャー使うとちょっとね、セットしてないんで、タウンホール真ん中のインビジブルターンの配置以外には使わないんで、ウッドランチャーは。それ以外、それが出たら使うんだけど、それ以外は、基本東海兵舎とシューターでなんとかする。さあ、残り10秒。いやー、320取りたいな、できれば。できれば取りたいね。言うてもね、やっぱ1本ぐらいミスっちゃうんで、どうしても。最近のミスの傾向は、時間切れが多いです。よし、行きましょう。ダリーな、これ。そうだよね。ウォールブレーカーつくからいいんだけど。ここだけ切る。対空砲に撃たれようとも。こんなことは関係ない。
多分入る。 OK？ ストライカーがレイジに乗る位置で戦えると思ったんだけどちょっと外れちゃったね。お、テスラ、このテスラちょっとフォーミング怖いな。これはクイーン外出るかもな。そうだよね、ここだけ切ってあげて、これでごまかそう。割と最悪な当たり方するなこれ。シングルも隠しちゃってストライカー飛ばしつつ、あ、2枚飛ばさなくてよかったなこれは。うん、このオーバーグロー強くない？タウンホール裏隠しちゃって、このシングル IT に捕まりながらアイゴで当たるところ、ストライカーがロイちゃんまで処理ギリギリしてくれないけど、クイーンはクロック打ちましょうか。これクロックってタウンホール速攻で飛ばしたいんだけど、ちょっとタウンホールの方に、いやー、中心隠しすぎて誘導されちゃったな。あんま良くないそれは。これはロイちゃんにレイジ打って、なんならフリーズもここに打つで、クイーンは、あ、違う、おでんか、おでんが死んで、ターゲット取れるところだけ順に削っていこうか。能力使ってあげましたね今のは。もう自分で打ちました。これは能力解放してロイちゃんにレイジ打って、裏のターゲットをオールブレーカーでターゲット取りつつ、バーバリアンでターゲット取ると。うん、押せるね。いやー、まあ危なかったね。あんまりいい展開じゃないなこれは。無理くりこの辺キングとかでサイドカットしてタウンクイヒに進めた方が良かったかな。うん、どうだろうな。でも今のではそのまま流れを生かして戻すやり方で良かったっちゃ良かった気もする。まあ前回取れればそれでいっか。ということで、あと21なんで、21ってどれぐらいなんだろう。半分ぐらい取ればプラスにはなりそうですかね、とりあえず。で、あとね、今上の方にね、あれ出てるんですけど、期間限定のね、スポンサーさんがついてくださってるというところで、もうちょっとでね、そろそろ期間の方も終盤を超えてというところなので ね、概要欄見てみてください。編成できたんでね、やっていこうかなと思います。状況4分の4いきましょう。レッツゴー。わー、出た。ちなみに昨日やらかしてこけた配置がこれなんだよな。シューター使ってシューターに全部援軍向かっちゃったんだけど、やっぱ何も考えずこれ、クイヒ進めていい気がするな。忘れないうちに取っとこう、角。ね、これ火力高いんでね、集中してやっていかないといけないですね。よく出ちゃったか。あ、まずい。クイーンそっち行くか。どうなる。これはもう一気に飛ぶまで行きましょう。危ない。これ、怖いな。これ結構やばいな。ちなみにこれ結構やばいっすね。うん。トーム中になんとかあの辺はかわせている。いや、なんとかなるっしょ。
キングのガントレット内側で使いたいんだよな。ここあんま行ってほしくないな。クイーンに平、いやー、クロック打ってんだよな、これ。いや、この配置だるいな。あんま、なってほしい方向に動かないな。火力やばすぎでしょ、これ。いやー、これやばいな。そうだな。星1か。クイーンそっち行く？だるー。これはタンクイヒーなのかな、普通に。2回連続で取れなかったんでね。2回連続同じルート使ったんだけど。こうなるんだ。いろいろ違う動きしちゃったな。これマイナスじゃね、普通に。だるー。マイナスやん。星1あんまやんないんですけどね。昨日ね、8分の7でね、唯一こけた配置が今の配置なんですよね。また編成できたんで、聞きましょうか。星1の分を取り返すためには残り3つ全開取っていきたいですね。行ったそばからこんなことあるんですね。プライム和牛。流行ってるんだな、この配置きっと。タンクイヒーしますわ、さすがに。もう、これはタンクイヒーせざるを得ないな。うざすぎだもん。どこから始める方がいいかな、これ。微妙にこれ角度違くね？こっちと。出て見える。ヒラーをね、打たれないようにするためにこれしかないんだよね。ベビドラカット試みるか。もちょっとだるいんだよな、これ。まあこれはとりあえず星1がなくなりましたからね、これで。ポイズンターンの処理もできないんだよな、この角だと。あ、そのテスラ美味しい。でもこうしよう。これでクロックでんの理不尽すぎるな。ああ、間違えた。トームとフィスト最悪。ガントレットとトーム間違えた。まあまあ、そんなに悪いあれじゃないからいいけど。クイーンの延命は絶対っすね、これ。で、ヒーラー乗って、ウォールブレーカーもしっかりつけてあげて。あとはロイちゃんだけ見てあげる感じかな。クイーン、全部が後手回ってる。ゆっちゃんレイジか。いやー、それ持ちないか。これも能力吐かされんの？な、誰にたけられてた今。だる。3回こけたんだけど、この配置に。なんで？ガチだるいわ、これ。切れそう。どっかシューターだな、じゃあ、これ。いやー、キング能力間違えたし、クイーン。1だけポイズンタワーだけでしょ。まあ、あの辺が、あれ、多分あれなんだろうな。マルチアーチャーターの火力上がってるところが影響してるんだろうな。今まであれ、いいなところ黒く剥がされたな。
今のクイーン延命ウォールブレーカー入れて取れないんじゃ無理だな。最後のフリーズもしっかり延命してフローズンアロー入ってターゲットクイーン向いちゃったってことか。うん、あね、まさかのね、同じ配置に2連続、いや3連続か、3連続で同じ配置こけてる。うわ、だーもうバカだるいっすね。シングル IT か。チップ。お、テスラない。大変軍ちょっとだけ釣りましょうか。うん、へこまないへこまない。ここで真ん中に戻ってもらって一度固めのレイジ置いて、クイヒーの方もねこの時忘れずに見つつ、あー能力使わされた、ロイちゃん能力出ちゃった、最悪。角度変わってると地味に分かりづらいなこれ、同じ配置でも割と最悪だなこれ。いや、ロイちゃん能力使わされてる。いや、もうダメダメだなこれ、やばすぎるな。これ取れないのはやばいな。うん。うん、届くね。クイーン早く。ダブルブレーカー開けるだけ開けます。うわ、ヒーラーが映った。これマジで、取り方久しぶりに攻めると忘れちゃうな。本日ラストやっていきたいと思います。やばいね今日ね。ラストアタック、これも初めて見るの。もし迫撃まで切れると気持ちよさそうだったな。それ左行ってほしいんだけど、これウォールブレーカー一発じゃつかないよな。1発目2発目、ここだね。
あぶね。こうするか。こうして投下弊社を置きつつ、これで進ませていくしかないかな。一応ホーミングチェックのバルーンだけ入れといて、ヒーローは全部反対だからここはストライカー合わせる必要なくて、そういう把握とかね割と大事だからね。あー、クイーン死んだな。もう救えない。アロイちゃん出してねや。うん、テスラだるい。あとはゴリ押しで進めそう。あー間違えた。ん？それ折ってから。オッケー。ヒーロー処理にストライカー投げない。あ、キングならいいや、出しても。いやー渋かったな今日。あの配置ちょっと落ち着いてプラン考えよう。後で一つの配置に今の環境でねあんなにこけんのよくないよな。うーん、あいつに狂わされたな。完全にあいつに狂わされたな。あれ2回だっけ今日ってこけたの。はい、というわけで終わりまして、283というね、ちょっとここ最近でもかなり低い数字を取ってしまいました。8分の6前回と、まあ、星1じゃなかったらねまだかろうじて生きてるかなって感じなんですけど、これはマイナス、ほぼほぼマイナスかなって感じですね。まあ、星1取っちゃったんでまあしょうがないかなっていう引いたのと、こけた配置が全部一緒なんだよな。16分の13前回で3分の0だからね。まあ、同じ配置にしかこけてないからね。逆に言うと。あいつだけちょっと考えますわ、この後しっかり。2日間で1つの配置にしかこけてないんだよ、逆に言うと。いやー。はい、というわけでね。レジェンドリーグでした。まあ、ライブでやる機会もあんまなかったかなっていうところと。まあ、今ね、ナビとか、世界大会のね、最終の予選が行われてまして、ラダーとかでね、めちゃめちゃ忙しいんでね、通常対戦もなくなってるっていうところで、まあ、今回はこういう感じでレジェンドリーグやっていきました。ちょっと悔しいんだよな。久しぶりにちょっと悔しいな。これは結構ガチで悔しいな。一番最初が一番惜しかったんだけど、一番最初時間切れなんだよね、これ。一番最初が一番悔しかった。惜しいわ。正直ね、これ弱いでしょって思ってたんだよね、あの配置を。舐めてました。しっかり。これは、反省しよう。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次回お会いしましょう。さよなら。